どうも、座面チャンネルのイットソです。今日もプロスピエース OB ペナント企画やっていきたいと思います。今日は広島4回戦、お相手はアキさんですね。よろしくお願いします。アキさんのツイッターはこんな感じになっております。はい、アキさんの先発は遠藤さん、私の先発はシューメーカーさんですね。よろしくお願いいたします。さあやっていきたいと思います。やっぱカープってかっこいいな。さあお願いします。アキさんのね、じゃあ紹介をさせていただきます。アキさんは大学生、18歳の大学生で、最高打率は5割4分8厘の最高階級名人5位ということですね。でリボンは先ほど出てた通り、私と同じでSPリーグのリボン1個ですね。頑張って今回集めていきましょう。さあ1番は野村選手ですね。さあどうだこの球、あー見てくる、ナイス戦ですね。さあ広島をね、ホームに迎えてのこの3連戦、なんとしてもね、前回の広島3連戦はですね、1勝2敗となってしまったので、この3連戦はなんとかね3連勝していきたいなと思います。シューメーカーさん割と OB 純正の中ではかなりね強力な方の先発なので、ここのね価値はかなり大事なので、ね、取っていきたいと思います。うーん、ちょっと入らないですね。さあナイスキャッチ。さあツアーですね。このね西さん守備範囲広いんですよね。完璧なプレー。そうですね、簡単そうに見えるんですけど、球早っ。3番堂林さん、超一か。プロスピをね始められた方でね、まだねちょっとあまりその限界突破っていうのを分かってない方にね、ちょっとまあお話ししたいんですけども、超一にしちゃうとですね、次継承するときにね超一のままになってしまうんですよ。なので限界突破を1上げるシチュエーションっていうのは、もう A ランクをね何枚も持っていて、必ずしもね限界突破が進めれる状況で、なおかつシリーズが最初の方、まだまだね今のその選手が賞味期限が長い場合は、限界突破をすることをお勧めしますが、例えばもう次のシリーズに切り替わった場合とか、切り替わりそうなタイミングであったりとか、 A がねまだ1枚しか持ってないよって場合だと、あまりねスピリッツが変わらないのに次手に入った時にですね、もし限界突破してなかったら、超2にできるんですよね。 S ランクの母体 と、A ランクで、そこを超1にしてしまうと継承はできるんですけども、超1のままになってしまうので、まあ超2にできる状況になってからがいいのかなと個人的には思ってます。まあ、ただ愛なのでね、少しでもスピリッツ上げたいということは全然いいと思います。喋りすぎましたね。今日真面目モードかなこれ。さあ0点に抑えました。もう5点取って行動しちゃってもいいんじゃない。遠藤さんの球種、あーかなりリアタイ的にはきつそうですね。で、アキさんが広島純正を始めた理由はですね、たまたま広島の選手が多かった、私と同じです。アキさんはあ、そうか、阪神ファンだったよね確かね。阪神ファンの広島純正って結構珍しいパターンですね。好きな選手は近本選手、そして原口選手、やっぱ阪神純正感、あ、阪神ファン感が出てますね。バッターは2番に入っている阿部。なんか三振しちゃいました。マウンド上のピッチャーは遠藤、そしてキャッチャーは引っ張り警戒でね、あのヒットは OK ですね。さあホームランを打ちたいところですね。これはまずはインコース、うーん、膝下厳しいボールですね。このユニフォームかっこよくないですか。次は外というパターンもありますから。ああ素晴らしい、ウマ娘スペシャルウィーク。さあフランスは来ました。4番を迎える場面、落ちたんじゃない。さああと3点で試合終了ですよ。勝ち込んでいこう。今ねこれ撮影してるのが4月の17日なんですけど、今カープが絶好調なんですよね。新井監督がなんかめちゃめちゃはしゃいでるっていうのがね、すごい話題になってますけど、素晴らしい。さあ残り1点。そしてアキさんの趣味はですね、野球観戦とアウトレットに行く。うちもよくアウトレット行ってますよ。
アウトレットってなんか別になんか買うわけじゃないけどなんか行っちゃうんですよね。で大体まあなんかスタバ飲んで帰るみたいな感じですね、基本的には。スタバでまあダークモカチップフラペチーノ、鹿児島風に言うとダークモカチップフラペチーノ飲んでいきますね。美味しいですよね。ヨメッソはキャラメルマッキ、キャラメルマッキアートの、アイスのトールの上のソース多めです。何の話？さあ、抑えられました。コールドまであと1点でしたね。ジャイアンツリードで迎える10番です。うわ、ナイスバッティング。素晴らしいですね。まず何を投げてくるか。インコース。さあ、ワンアウト。あそこね、いつも説明しますけど、スプリットを意識して生きてたらかなりフライを打ち上げさせれる球になるので、これですね。多分頭に結構スプリットがあるんじゃないかなと思うんで、あえてねスプリットをボール球に投げたいと思います。ストライク入りました。あとは高めに入ってくると思わせてスライダーですね。これです。で今度は本当に入ってきちゃうという球。甘、今のちょっと甘かったですね。やっぱねベストピッチが出ないと好きなところに投げれないですね。さあ鈴木誠也さん、この前ね復帰戦でホームラン打ちましたが、その後はね今のところちょっと不調ですけど、代打を出されていくマクブルーム、この期待に応えたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。センターフライ、サツアウト。やっぱねプロスピックセンターにヒットになる確率が低すぎるんですよね。なのでやっぱね流すか引っ張るか、そこを瞬時に判断しないといけない。流すならもう思いっきり流さないとヒットの確率がかなり減りますね。まあ前よりは引っ張ってもヒットになる可能性は、確率はねだいぶ修正されてはいるんですけど。うまい、ナイスバッティング。野村さんでホームランすごいですね。さあちょっとベースピが出ずにかなり苦戦しているような印象ですが、すごいですね。ラインドライブってやっぱいかついですね。さあこれどうだ。ツーシームにあまり合ってないような印象でしょうか。さあ4点追いつく、素晴らしいバッティングでしたね。あの弾道でホームランはやっぱライドラって感じですね。巨人は歴代ライドラが初期の頃のね S ランクのクルーズさんと、あと C ランクで出た八百板さん、その2人だけのはずなんですよね。なので今年は1番で今大活躍のオコエさんとかがライドラで、楽天の頃ライドラ出てたんで、ライドラって言いづら、ライドラで出てこないかなと思ってるんですけどね。さあそういうところで勝ち越しの立つ、ナイスバッティング。ワンバウンドヒットになりました。見事起用に応え、前の打席はちょっとちょっと失投はね、この企画に参加してくれてありがとう的な感じで見逃していきます。ヒットでランナーを一塁に置きました。ファールか、わずかに左に切れました。ファールボール、インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。いやー、詰まった。坂本よく間に合いました。ファインプレイ。2番バッター阿部、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトになっています。どうですか、これは超えないか。2アウト。3番バッター高橋、多分次ツーシームきますね。予告ツーシーム。おー、ストライクか。ナイスボール。149キロ、いいですね。さあクロマティ広角出ていく、これはピッチャーを変えないチャンス。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあ勝ち越しのランナーを置いた状況で、しっかりとファールか、ファウル、フェアならば勝ち越しかというところでした。うわ、ナイスボール。ストレートか、これはちょっと手が出ないか。いいところに決めました。素晴らしいバッティング。
サイレンス鈴鹿。ウマ娘の看板かわいいですね。やったことないですけどね。キャムラン、メイズノーキャムラン。さあ次の回抑えたら勝ちですね。いかつい打線ですがなんとか抑えていきましょう。ピッチャー変えましょうか。デラロサさんとか行ってみましょうかね。久々にデラロサ。4番バッター坂倉、前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ここは注意しないといけませんね。そうですね。インサイド落ちました。打たばなど打順は5番江藤。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。おお、かなりね変化量がマイナス1なんで、多分かつての変化をイメージされてたんじゃないですかね。それをうまく生かしていきたい。さあセンターフライ、試合終了。ありがとうございました。なんとか勝利いきました。はい、ということでですね、アキさんとの対戦、広島との4回戦は7対4で勝利することができました。よっしゃ、でかいこの勝利ね。なんとか打ち勝つことができました。アキさんね、最後チャメンチャンネルに一言ということで、これからも頑張ってください、マッスルポーズということですね。ありがとうございます。もうねこうやって応援していただけることがもうねすごく嬉しいので、まあ、これからもね忙しいと思いますが、時間があればチャメンチャンネルに遊びに来てください。じゃあ今日はここで終わりたいと思います。あずました。